で現在スタートしております。はい、はい、最後まで悩んでいただきパフォーマンスをしていただいた11組の出場者の皆さんに登場していただきましょう。大きな拍手をお迎えください。どうぞ。発表です。ガールズ部門準優勝チームにはユニケンビー実行委員会より賞金3万円が贈呈されます。さらに副賞としまして株式会社中川様よりプロフィルヘアケアセット詰め合わせが贈呈されます。株式会社中川様はプロフィルブランドを中心に国内外でサロン1000倍商品を展開する総合美容メーカーです。プロフィルは天然由来成分にこだわりユーザーのライフスタイルに寄り添うアイテムを幅広く展開するヘアケアスタイリングブランドです。プレゼンターはリルキョラさん、お願いします。それでは発表いたします。ユニ KP2024 ボリューム9ガールズ部門準優勝は、審査員順位4位、会場観客票順位2位、総合得点363点、中央大学ゾックガールズの皆さんです。それでは代表の方、今のお気持ちを一言いただいてよろしいでしょうか。まずこのような素敵な場所を開いてくださった運営の皆様、またこのような場所に足を運んでくださった観客の皆様、本当にありがとうございました。私は8分間の大きな作品を作るリーダーになるのは本当に初めてで、いろんな不安なこととかいろいろ大変なこととかもいっぱいあるんじゃないかなって思ってたんですけど、本当に今回の大会ではメンバーに恵まれたなって思っています。構成や作品全体を一緒に考え、全部一緒に考えてくれた心強くてしっかり者のリーダーたち、衣装は任せてって、いろんな場所に衣装を見に行ったりとか作ってくれたりとかしたメンバー。いち早く練習に来てバミリを張ってくれたりとか、いろんな形でみんなが手助けをしてくれて、全部無理しないでいいんだよ、私たちがついてるよって泣きながら言ってくれる子とかもいて、本当に
このメンバーのリーダーでよかったなって思います。みんなで一致団結して一つの目標に向かって進んだ結果、こういう準優勝といういい賞をいただけて本当にいい経験になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではフォトセッションを移らせていただきます。ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。皆様ありがとうございました。ガールズ部門で準優勝となられました中央大学
ゾックガールズの皆様です。ユニ KP2024 ボリューム9のタイムテーブルになります。今回の MC 紹介になります。ゲストパフォーマーの紹介になります。ボリューム9ガールズ部門の優勝はアストロアーツ高千穂大学の皆様、準優勝はゾックガールズ中央大学の皆様、第3位はトゥインクルガールズ早稲田大学の皆様でした。おめでとうございました。